ラモン・メネンデス・ピダルは、スペイン・アコール・ーニャ出身の言語学者、歴史学者、レアル・アカデミア・エスパニョーラ会員、スペイン語やスペインの民族学について幅広く研究した。主な研究対象には、エルシットの伝説や歴史などがある。ノーベル文学賞には151回ノミネートされており、2番目にノミネート回数が多い、フランス人小説家、 アンドレ・マルローの3倍以上の数字である。妻のマリア・コイリと並んで歩くメネンデス・ピダル1869年にカリシア地方のアコルーニャ県アコルーニャに生まれた。マドリードのマドリード・コンプルテンセ大学、アキラ文学部では、文献学者のマルセリーのメネンデス・ペラーヨに支持し、1893年に博士号を取得した。1899年には、 コンプルテンセ大学で比較言語学の講義を行い、1939年にシり族までロマンス言語学の教授職にあった。1900年にはマリアゴイリでメネンデスピダルと結婚しているが、マリアゴイリは1896年にスペインで初めて大学における哲学の学位を授与された女性であり、1909年にはスペインの大学で 初めて医学以外の博士号を授与された女性である。夫妻は新婚旅行で我が嫉妬の歌にまつわる場所を旅行して回った。1901年にはレアルアカデミアエスパニョーラの会員に推挙され、1925年には会長に就任した。しかし、1930年代後半のスペイン内戦後のフランコ大政下のスペインでは、 フランコ氏自派の会長が望まれたことから、1939年には会長の座を辞任している。しかし、1947年12月には、満場一致で会長に再就任し、1968年に死去するまで会長職にあった。1904年には、スペイン語歴史文法教本を表し、観光から100年以上を経た現在でもスペイン語を、 専行する学生の筆属書としての地位を有している。1926年には11世紀の古文書の分析からスペイン語の起源を表した。この書籍は哲学者のホセオルテガイガセットに運動学的、力学的な言語学と評されており、実証主義を超越した言語史研究の金止等と称えられている。40歳を過ぎた1910年頃からは、 研究対象が歴史学分野に拡大した。1910年にはスペイン歴史研究所の文献学部長となった。スペイン歴史研究所は1914年に学術雑誌、レイビースタでフィララジア・エスパニオーラを創刊しており、今日ではスペイン語学、スペイン中世史、スペインルネサンス文学の分野で権威ある雑誌となっている。1929年には、 中世の文献学的研究から、エルシットのスペインを表した。コンプルテンセ大学の教授職を退いた1939年からは、スペイン紙の編纂の監修を務め、第1巻の序章を執筆した。メネンデスピダルは長年にわたってスペイン語の通史の、編纂を試みていたが、死去するまでには完成しなかった。死後には、イストリア・デラ・レング・イ・エスパニオーラ2巻が刊行されている。 メネンデスピダルは23回もノーベル文学賞へのノミネートを受けているが結局受賞することはできなかった。1956年の1年だけで160以上の個人団体から推薦されている。父親のフアンメネンデスピダルは放送でありアストリアス地方出身である。母親のラモーナピダルもまたアストリアス地方出身である。兄のフアンメネンデスピダルは アスティリアス地方の民族史の研究者である。兄のルイス・メネンデス・ピダルは、写実主義の画家である。教育者のヒメナ・メネンデス・ピダルは娘。文献学者のディエゴ・カタランは孫。1951年の著書、スペイン史の中のスペイン人は、日本語では1974年に、法政大学出版会から佐々木隆役で、スペイン精神史除雪として刊行されている。 ありがとうございます。